カーヒーターとは自動車に装備されているヒーターである。もともとは独立した暖房器具であったが、今日ではカーエアコンの機能の一部に組み入れられている。主に内燃機関の冷却水の熱を用いる。エンジンで温められたクーラントがヒーターコア内部のコルゲートチューブを通る際に、キャビン内の空気との熱交換を行う。コルゲートチューブの周りには、 多数の放熱フィンが張り巡らされ、ブロワーファンの風により強制的な熱伝導が行われている。動作概念、BMW E32 のダッシュボードを部分的に分解したところ、緑色の矢印で示された部分がヒーターコアである。ヒーターコアは小さなラジエーターであり、ダッシュボードの内部に収められている。材質は、 熱伝導性の高いアルミニウムや真鍮が用いられ、表面積を増すために、多数の品が取り付けられたコルゲートチューブ内を、エンジンで熱せられた冷却水が通る際に、熱交換を行う。車両の換気システムを構成するブロワーファンは、ヒーターコアに強制的に風を当てることで冷却水と、キャビンの空気の熱交換を促進させ、温風を車内各所に送風する。かつては、 手動式ベンチレーターからの走行風取り込みのみで、ヒーターコアから温風を発生させる車種も存在したが、現在では事実上ヒーターコアとブロワーファンは、カーヒーターにとって不可分の存在となっている。ヒーターコアによる熱交換は、エンジン排熱の再利用にあたる。通常、室内用エアコンの暖房機能では、蒸気圧縮冷凍サイクルを4型弁と呼ばれる。 バルブを用いて冷房サイクルとは逆方向に冷媒ガスを回し、室外機側で冷風を放出、室内機側で冷媒の熱を放熱させることで暖房を成立させているが、水冷エンジンの場合にはヒーターコアでの排熱再利用の方がエンジンに負荷がかからず合理的なため、工術のホットガス式ヒーターを除いてコンプレッサーを用いた暖房は用いられない。 作動制御エンジンの暖気が完了すると、冷却水はサーモスタットによって一定の温度範囲に保たれる。車両内部に配送される暖房風の温度はヒーターコアを通過する冷却水の量を制限する流量弁を使用するか、カーヒーターに入る空気通路に可動式シャッターを設けてヒーターコアの通過風の量を制限することで制御される。 いくつかの車ではこの2つの制御方法を組み合わせた制御機構を用いている場合がある。初期のカーヒーター搭載車などシンプルなシステムではドライバーが流量弁のロータリーノブや可動式シャッターの開閉レバーを直接操作することで制御を行っていたが、現在のカーエアコン搭載車では流量弁やシャッターは電子制御にて開閉が行われている。 近年のフルオートエアコンに採用例の多い、デュアルクライメートコントロールを採用し、運転席側と助手席側で独立した温度制御を行っている車両や、後部座席用のリアエアコンを採用する高級車、あるいは天井側から車内の空調制御を行うオーバーヘッドエアコンを採用する大型車両の場合、2つ以上の独立したヒーターコアを有する場合がある。独立した ヒーターコアにそれぞれ冷却水を異なる、両通過させる制御を行うことで、座席ごとに最適な音符制御を行っている。主要な問題ヒーターコアは、多数の屈曲を持つ小さな配管で構成されている。クーラントが適切な間隔で交換されていなかったり、クーラント交換の際に正常な水道水などで冷却系統が洗浄されていない場合には、 ヒーターコアの配管に詰まりが発生する可能性がある。目詰まりが発生するとカーヒーターが正常に動作しなくなる。ラジエーター側の詰まりやサーモスタットの動作不良など何らかの原因で冷却水流量が制限されている場合は暖房能力が阻害され冷却系統内へのエアミなどでヒーターコアに気泡が存在する場合などで冷却水が失われている場合には 暖房能力が失われてしまう。ヒーターコアの流量弁の作動不良によっても同様の状態が発生する。フォルクスワーゲンパサートにおけるヒーターコア交換作業その他の問題ヒーターコアを用いる温水式カーヒーターはクーラントが温まらなければ暖房が効かないため、暖機運転中は暖房が効き始めるまでに時間がかかる。 寒冷地仕様が用意される極めて寒冷な地域では、この欠点が特に顕著となるため、場合によっては工述の燃焼式ヒーター等の冷却水に頼らない暖房システムか、始動前に電熱線で冷却水を予熱するブロックヒーターの後付けが必要となる場合もある。一部のハイブリッドカーではエンジンが稼働している時間が短いために冷却液が温まらず、結果として暖房が効かない。 そのため、暖房のためにエンジンを稼働させることとなり、夏よりも冬に燃費が悪化するケースもある。また、一部の電池式電気自動車では、原動機の排熱を利用できないために、後日の PTC ヒーターで、ヒーターコア内の水を温めて発熱する暖房を用いている。歴史1967年式、AMC マーリンのバルクヘッドに取り付けられた、ウェザーアイシステム。 21世紀初頭でも、水冷エンジン自動車のヒーターコア周りはこのシステムと、ほぼ同種のものが用いられている、ヒーターコアを用いた、温水式、カーヒーターの歴史は、1938年に、アメリカ合衆国の中堅自動車メーカーであったナッシュ、ケルビネーターが、水冷自動車用暖房システムとして設計した、カンディシャンドエアーシステムに始まる。その特徴は、 エンジンの冷却水を室内のヒーターコアに引き込み、ベンチレーターから取り込んだ正常な外気を電動ファンによってヒーターコアに当てることで暖房を行うもので燃焼式ヒーターなどに頼るしかなかった当時のカーヒーター事情としては非常に画期的で合理的なものであった。ナッシュは1939年にはこのシステムにサーモスタットを追加した発展型のヒーターシステム、 ウェザーアイを発売した。サーモスタットにより温度が自動調整され、また暖房に内気循環モードの選択を可能とした。さらに、翌1940年にはフロントウィンドシールド内側に送風することで窓内側の曇りや外側の凍結を抑えるデフロスター機能と外気の塵、り、ホコリをろ過する使い捨てフィルターを採用した。 1954年には、ウェザーアイは、カークーラーシステムと組み合わされた、世界初のカーエアコンシステム、オールウェザーアイに発展した。同年に、ナッシュがハドソンと合併して、アメリカンモーターズとなった後も、ウェザーアイのブランドは長く使われた。ウェザーアイと、同時期の1938年、やはりアメリカの弱小自動車メーカーであった、ハップモビルでも、 同様の温水式、カーヒーターであるイワネア・コンディショナが開発された。室内からの操作により、ヒーターコアを通過した空気が温風となって室内に導入されるシステムであったが、イワネア・コンディショナは、ウェザーアイとは異なり、ヒーターコアがエンジンルーム内に置かれ、ボンネット状のエアスクープから外気が取り込まれた。基本的なカーヒーターのシステムとして、 これらの機構はすでに完成の域に達しており、その後のほぼすべての自動車に利用されて現在に至っている。一般には、車室内にヒーターコアを引き込んだナッシュウェザーアイの手法が主流であるが、これは外気導入、内気循環の切り替えや温度調整といった実用面で総合的に優位であることによる。日本車では戦後の1956年式、 トヨタクラウンにおいて上位グレードであるデラックスに搭載されたのが始まりである。ただし、ナッシュのごとく完全なビルドイン型ヒーター普及は1960年代に入ってからで、それまでは前席側足元中央にダルマヒーターなどと呼ばれるヒーターコアと送風ファンがセットになったドラム型ヒーターを後付けするオプション構造が一時的に主流であった。ハップモビルのように エンジンルーム内にヒーターコアを持たせる設計では、1966年のスバル線が得意な実例として知られる。このモデルでは、冷却ファンを持たないメインラジエーターより手前にあたる直列配置の配管に電動冷却ファン付きの小型サブラジエーターが付いており、車内からの操作で、この電動ファンとサブラジエーターの排熱を強力な温風ヒーターとして利用できた。 しかし外気導入専用で内気循環ができず、雨天時に車内の窓が曇りやすかったり、温暖な季節でもデフロスターが温風でしか使えない欠点があり、その後のスバル車は短期間で一般的な車内ヒーターコア方式に移行している。なお、独立した車内送風機構を持たないトラックなどでエンジンルームのラジエーター背後直後からシルベ風口を 車室内に向けて開け、走行中に、ラジエーター排熱で温まった空気を車内に導入するタイプの簡易なラム圧ヒーターの事例が、1950年代末から1960年代にかけて見られたが、温風吹き出し口が、乗員の足元周囲に限られ、本格的な温風ヒーターに比べると性能が、著しく劣ること、強制送風でないためでフロスター機能が与えられない、ことから、 あまり定着しなかった。ヒートエクスチェンジャー空冷エンジンは冷却水を持たない構造上ヒーターコアを使用することができない。そのためエンジンの回転中非常に高温となるエキゾーストマニホールドの周囲をシュラウドで囲んだ上でその内部に外気を通して加熱し室内に温風を導入するヒートエクスチェンジャーと呼ばれるシステムが用いられた。 温度制御は加熱された温風と加熱されていない外気を混合することで行われたが、設計によっては排気系統にリークが発生した際に最悪の場合室内に排気ガスの致死的な充満が発生する安全上の問題を引き起こす可能性があった。また、キャブレターやインテークマニホールドの接合部の状態によっては室内にガソリン臭が立ち込める場合もあり、 温水式ヒーターと比べて快適性にやや難があった。こうしたヒートエクスチェンジャーによるカーヒーターはフォルクスワーゲンタイプ1やポルシェ911で広く採用された。ヒーターコアを用いた温水式カーヒーターと比較してもヒートエクスチェンジャー構造の排気管に交換するだけで暖房機能が取り付けられるためにコストも安く日本車では 戦後の国民車として活躍したスバル360がこの形式を採用。当時は最高級車のクラウンデラックスにしか装備されなかったカーヒーターが日本の大衆車にも広く採用された。しかし、極端な寒冷地においては、クーエンジンではオーバークールを引き起こしやすく、結果としてカーヒーターがほとんど効かなくなる欠点もあった。そのため、 サトラなどの空冷エンジン車製造メーカーでは、こうした形式のヒーターを採用せず、工実の燃焼式ヒーターを空冷エンジン車の主要な、カーヒーターとして採用し続けた。ポルシェ911もメインヒーターは、ヒートエクスチェンジャーとしながらも、補助ヒーターとして燃焼式ヒーターも装備していた。派生的用途としては、1970年代に、マツダのロータリーエンジンが、 マスキー砲を突破するために採用した二次空気導入装置の一種であるサーマルリアクターにこのヒートエクスチェンジャーが採用されたことが知られている。サーマルリアクターによって燃費が悪化した灰、ガス対策車両の燃費改善のために、排気管の中途にエアポンプからの送風を予熱するためのヒートエクスチェンジャーを装着し、 1975年型エンジンでは1973年比40%の燃費改善を達成した。この開発作業はフェニックス計画と名付けられた。ただし、マツダのヒートエクスチェンジャー機構の着想元は、空冷、ポルシェのカーヒーターではなく、技術者の自宅に取り付けてあった瞬間、湯沸かし器の内部機構である。 強制空冷エンジンの排熱単純利用強制空冷エンジンは、エンジンの周囲が大きなシュラウドで取り囲まれ、エンジン動力の一部で駆動される、白っ子ファンなどの吸い込み式ファンで外気をシュラウド内に引き込み、強制的に空冷フィンに当てて冷却を行う。こうして、エンジンに直接触れて熱された空気をヒートエクスチェンジャーを介さずにそのまま車内に送り込む。 タイプの空冷エンジン車ヒーターの事例も古くから存在した。よく知られる事例は、シトロエン 2CV やフィアットヌーオーバー500のような、ごく簡易な空冷エンジン車のケースである。この方式は、ヒーターとしては最も原始的で、構造簡単な部類であるが、エンジンに触れた空気をそのまま車内に取り込むため、車内にガソリンやオイルの周期が入り込む場合がある。 また根本的に温度は安定せず、補助的な電動、ブロアファンを持たない場合には、暖房能力の絶対的な不足やデフロスター機能を設けられないといった問題を伴う。このため、簡易型の空冷エンジン車自体が、市場から消えるの時を一にして用いられなくなった。燃焼式ヒーターとは、自動車燃料であるガソリンや軽油を直接の燃料として運転する小型のヒーターであり、 建築用暖房でいうところの FF 式石油ファンヒーターに類似した構造の暖房器具である。車両の換気システムの配管中途に割り込ませるような形で取り付けられ、電気式のイグナイターで点火を行い、外側のヒーターユニット内で燃料を燃焼させ、空気が内側の通気管を通り抜ける際に加熱を行う。冷却水や空冷フィンの放熱などエンジンの排熱に、 頼らない暖房であり、作動開始と同時に温風が発生することが特徴である。発生熱量は5000から5万 BTU にも達する。その高性能さゆえにキャンピングカー、軍用車用船舶、鉄道車用一部の航空機でも用いられている。燃焼式ヒーターの歴史は、第二次世界大戦前の1930年代にまで遡る。自動車用として、 最初に開発を行ったのは、カナダ人のハリー・ J ・マッコーラムによるサウス・ウィンド・ヒーターズであり、マッコーラムは1934年にシカゴでスチュワート・ワーナー・カンパニーを設立、アメリカ市場向けに市販を開始した。サウス・ウィンド・ヒーターは、アメリカ軍でもモデル M978 ヒーターとして正式採用され、1950年代から1960年代に、 かけての軍用車両に幅広く搭載された。市販車では1940年代のフォード車から1970年代のフォルクスワーゲン車で純正採用された。1948年時点の記録では民間車両、軍用車、航空機向けなどに合計300万台以上売り上げたという。また、当時の空冷エンジン車ではエンジンの熱のみで カーヒーターを成立させることは技術的にも気候条件面でも困難であった。そうした時代の空冷エンジン車には燃焼式ヒーターが主要なカーヒーターとして第二次世界大戦後の1960年代に至るまで広く用いられていた。現在でも極めて寒冷な北欧に限らずパーキングヒーターや補助ヒーターとして冷却水が温まるまでの暖房として 燃焼式ヒーターが純正もしくはディーラー後付けで広く用いられている。ポルシェ911の純正でも採用されたドイツのエバスペッヒャーやベバストのものが特に著名で、日本は三国がエバスペッヒャーと5行製作所がベバストと提携して輸入及びライセンス生産を行っており、その他のメーカーの機種もトラックバスキャンピングカー向けを中心に市販されている。ただし、 内部で燃料にガソリンや軽油を用いる構造上作動させ続けるとどうしても燃費に直接的な悪影響が出る。また燃焼の際には必ず一酸化炭素や二酸化用を含む排気ガスが発生するため排気口の指向や通風パイプの接続には特別な注意が必要となる。また内部にススが堆積するため定期的な清掃も必要となる。 劣化燃料などの不適切な燃料の混入によっても不完全燃焼などの危険な燃焼状態が発生しうる。そのため、航空機での燃焼式ヒーターは安全指令に関わる定期点検品目に指定されている。ブロックヒーターが取り付けられた車両。このコードをコンセントにつなぐことで予熱が行える。ブロックヒーターとは極めて寒冷な地方で、 エンジン停止中の冷却水の凍結を防ぎ、指導を容易にする電熱器である。自動車メーカーのオプション品や用品として用意されているほか、後付けの社外品も市場に流通しており、シリンダーブロックや、シリンダーヘッドのコアプラグと交換するものや、ラジエーターホースに割り込ませるように装着する製品などが存在する。こうした機器を利用することで、指導性の向上に加え、 温水ヒーターの暖房効果をより早く発揮させることが可能となる。ブロックヒーターは特に寒冷な気候である北アメリカ北部やカナダ、北欧で多く用いられる。最初の製品はノースダコタ州のアンドリュー・フリーマンが1947年に開発し、1949年に特許取得したものである。ホットガス式ヒーターとは室内用エアコンと 同じく蒸気圧縮冷凍サイクルのカークルラーのコンプレッサーと冷媒ガスを利用して暖房を行うもので転送により開発された製品である。室内用エアコンと異なる点は、室内用エアコンは4カータベンと呼ばれるバルブを用いて、室外機と室内機の冷媒ガスの流れを逆転させ、室内機でコンプレッサーで圧縮された冷媒ガスの凝縮を、 行い、室外機で凝縮され液化した冷媒ガスの気化による冷風の放出を行うことで暖房サイクルを成立させているのに対して、ホットガス式ヒーターでは圧縮されて蓄熱した冷媒ガスをそのまま室内のエバポレーターとは別系統に存在する熱交換器に送り込んで放熱を行い、その後の冷媒ガスは外部のコンデンサーで冷風を作り出すことなく、 直接コンプレッサーに変装される点にある。現在のところは寒冷地仕様のトヨタハイエースなどに搭載される程度に止まり、その地位も冷感時におけるヒーターコアによる暖房の弱さを補う補助暖房としての位置づけに止まっている。PTC ヒーターとは周辺温度を自己判断して放熱量制御を行う電熱線ヒーターの一種である。PTC は ポジティブテンパチャーコイフィションとの略である。自動車においては、ホットガス式ヒーターと同じく、はじめは寒冷地使用仕様の補助ヒーターとして登場した。近年では三菱、アイ・ミフにおいてメインのカーヒーターとして採用されている。一般的なガソリンエンジンやディーゼルエンジン車においては、ブロックヒーターと同様にエンジンの暖気を補助する効果があり。 トヨタプリウスなどのハイブリッドカーにおいては、ヒーター作動のためだけにエンジンを始動することを抑制できるために、寒冷時の燃費悪化をある程度抑制できる効果がある反面、アイミフでは重要な熱源となるエンジンが存在しない、電気自動車にカーヒーターを搭載するための苦肉の策であり、動力源である電力を直接消耗してしまうために、作動によって、 航続距離が短くなってしまう欠点も混在している。エアコンの熱交換を逆にすることで、車外から熱を奪い、車内に熱を放出する、ヒートポンプという仕組みで温めるヒーターを世界で、初めて、日産、リーフに搭載した。一般的に、ヒートポンプによる暖房は、蒸気の PTC ヒーターなど電熱線式と比べると、効率は良いが、それでも、燃料、 電気は余分に消費する。ウルフ、スティーブン・ J ・ェエイチバック・タイムライン、リフリジレーション、サービス・エンジニアズ・ソサイティ・ツイン・シティーズ・チャプター、リリーブド、オン・ジャニューアリー十一二千九ヘパンハイマー、TA、コールド・コンフォート、インベンション&、テクノロジー・マガジン二十リリーブド、オン・ジャニューアリー十一 2009ロータリーエンジンの開発エイビーサウスウィンドヒーターズウォームメモリーズオブアンオールドフレンド http コロンスラッシュスラッシュ gll.hemmings.com スラッシュ uimage スラッシュ872090-1000-1379ドット jpg2009 年3月1日閲覧ダコタデイトブックホットガスヒータシステム PTC ヒーター事故温度制御タイプの発熱シートハット EV、HEV 部品解剖第4回ヒートポンプシステム。ありがとうございます。